はい、やべっち。こんにちは。エルアガ東京代表者、星野すばるです。今日は目覚ましテレビの撮影がありまして、というのも、キラー人という番組で、働きながらも全力でスポーツをやる人にポッと当てた番組があるんですけど、それにソサイチ、そしてエルアガ東京で、今回はミランを中心に撮影を行っていくことになったので、ぜひ、ご覧ください。本当は、仲間な感じ。ジャージでいい。ジャージにしようか。ジャージしとく。上、黒。3時間か、ここミラン君手入んねえから。ポツ落ちよ。一発で下ろして。ポツ落ちよ。そうそうそう。今滑ってよ。そこから滑るから、滑るから、滑るから、滑るから。絶対浮かすもん、絶対浮かすじゃん。いいよ、待たない。こんなとこだって。危ねえ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 。スバル君が指導してます。安全な位置の指導ですね。あれっすね、飛んでやられた方がいい。そうっすか、アームまたね、それが行きます。だからあそこかどう、今下げて、このままいいんじゃない？ダメ？ちょっともう一回、なるべく当てないようにしよう。なるべく当てないようにしよう。ポスト横の方がいいですね。このポストっていうか、硬いところの横から。そう、大丈夫なはずなんだよ。絶対。そういうことだよ。大丈夫。そう、大丈夫なはずなんだよ。大丈夫。もう行こう。行こう、行こう。たまげ、たまげ。行け、行け、行け、もう一回、もう一回。行こう、行こう。めっちゃ鍛えてる。大丈夫ですか？ここに当たる分には大丈夫。大丈夫か？大丈夫か？好きじゃないんだよ。好きじゃないやつ。弾丸好きだよ。弾丸欲しい。弾丸欲しい。弾丸欲しい。よいしょー。よいしょー。中から中からやってくるよ。ああ、そうそう、ちょっと立ててこい。ここ。弾丸系は今一番いいんじゃないですか。カメラの目の前に来ましたよね。はい、ちょっと今いちだよね。いやいやいや、大丈夫だよ。もう一回行くか。早い番行こう、最後。俺さ、もう説明に向き合ったのが出るね、もう最後。出るけど。普段ならもっと今見る。出るけど。以外と徳さんの役割変わらない。変わらず。大変か。徳さん、スライドスライできる。すごい転がりがすごいっすね。いい感じ。すごい。いい感じ。めっちゃ転がってましたよ。うわ。終わったとか。任せます。もう受け身めちゃくちゃ上手いんで。右手はあれも止めちゃいますから。止めちゃいます。あれ止めちゃいます。ミシッとしてるから。いやいやいや、君も絡んでるよ。して。行こう。ちょちょ。一人行こう。一人行こう。伊賀さんから伊賀さんから。ちょっと待って。伊賀もう一回。うわ、さっきから足蹴ったんだ。いや蹴っていいよ今。ちょっと、あ、全然いいね。足蹴るのいいよ。蹴るっていうか、滑りながらちょんって。俺の守備上手ない。抜かれる状態。ボアティング、ボアティング、自分からやられる。ボアティング今、うまいっすか？ OK ですか？はい、OK です。大丈夫。おファーズね。ファーズね。ファーズね。抑えて言えば。で、ファーズね。つまんない。映えない。映えないか。でも一番ボレーでいいじゃん、ボレー。取りやすい。ボレーね。ボレー得意だな。あ、そうだ、オーバーヘッド。オーバーヘッドでいいじゃん。
あ、頭でやりますか。頭でやります。あ、これをすごく。こういうエドありそう。今、普通にやってます。はい。あ、普通や、普通や。あ、普通や。行こうか。えい。いいんじゃない？一回スピードダウンありましたね。でも一回それスピードダウン当ててた。当たってるのね。ナイストリか。コメント。コメント。誰も悪くないっすよ。誰も悪くない。あるじゃん。一応。あるじゃん。あるじゃん。あるじゃん。多分誰もがダイナミックだと思う。ダイナミックなドリブルと決定力にしますか。まあだから190近い身長なのに、なのに。あ、まあなのに、なのに、まあ、いや、まあちょっとモンスターが走ってるような感じですね。モンスターモンスターモンスターミランって言われてるんで、あだ名は。それを、その理由は、はい、やっぱりあの迫力のあるダイナミックなプレーと、やっぱり顔じゃないですかね。顔顔モンスターじゃないですか、ね、そこは使わないよ。調布までは、調布までは代々木八幡から狛江まで来て調布回して、エルアガについては、まあ、去年までは、とにかく、日本一になると、目の前で勝ち続けるっていうのを、テーマにしてきて、まあ、とにかく強いチームっていう、チームの作り方をしてきたんですけど、まあ、今年はそれを大前提ベースにして、まあ、さまざまなチームに付加価値つけていきたい、チーム選手に付加価値をつけていきたいと目指しています。で、まあ、一つ構想といえば、エラガの U23 の補足を考えていまして、意図としてはその若手選手の育成というところ、まあ、若手選手の、試合に出る機会だったりとかというところを、考えていまして、まあ、なかなかその去年、まあ、数名その若手選手もいたんですけど、なかなかその試合の時間を創出できて、してあげられなかったというところは反省としてあったので、まあ、今年はそのセカンドチーム U20 を作ることによって、試合の機会を、たくさん作ってあげたいなというのを思っています。まあ、このちょっとコロナ禍なんで、まあ、難しいかもしれないんですけど、まあ、去年も構想してたうちの一つとしてはその、まあ、イベントの開催だったりとか、まあ、スクールの、ところもいろいろ考えていて、サイトを通じて、エルアガーとして何ができるかっていうのを常にいろいろ考えているんですけど、グランド以外の部分でなんかつながりを深められなかったので、今年いろいろと挑戦していけたらなと思っています。一生サッカー小僧、一生サッカー小僧。なんで2個やった？サービス精神、サービス精神が。やっぱりウィンクいいな。ウィンクの方面白いよ、ね。ウィンクめっちゃおもろいけどな。ね、見ないと知ってる人は面白い人。いや、めっちゃおもろいウィンク。一回で終わなきゃね。これでいいじゃない？ゴミ入ったのかなって。ゴミ入ったのかなって。それ尺もそのまま切っちゃった。ウィンク最後。ウィンク。マジウィンクいいよ。ウィンクみたいな。あ、じゃあ連発でずっとミンクし続けるのかな。ゴミや、ゴミ入った。ミンクいいと思う。ゴミ入っただけはやばい。では、いきますか、はい、よろしければお願いします。はい、うわ、強い、あっちへ変わり。いこう。一緒、サッカーこそ。変顔やる。これいいね。
もういいじゃんいいじゃんいいじゃん。これでで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 大丈夫か。よかった。もう上からですね。どれが選ばれるかは。どれが選ばれるか。ウインガーよウインガー。こっちはね、どっちが選ばれるかわからない。そうですね。あ、じゃあ俺もちょっと。もうちょっと強いボールみたいな。持ってよ、持ってこれぐらい。後ろ。サッカー小僧。俺も行ってやりたいだけやりたいだけだ。一生サッカー小僧一緒一緒。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれじゃあ明日あざーす。ハートシェイカー Awesome.